フロリダ州パークランドの高校で、日本時間の先週木曜15日ですね、19歳の元生徒が銃を乱射し、少なくとも17人が死亡するという事件がありました。はい、佐藤さん、今おそらくラジオ機の方もそうだと思うんですけども、アメリカのこの銃乱射事件というのはなくなりませんね。そうですね。えー、このパークランドの事件は、はい、1949年以後アメリカで起きた銃乱射事件で、えー、犠牲者の数が多い。 というランキングで第9位。は<ー>えー、学校の中で起きた乱射事件では第3位。はい。というですね、えー、かなり精算な、あれなんですが、えーうん、それだけじゃ問題はですね、はい。実は、あの、アメリカのメディアによると、うん、今年だけで学校内の発砲事件がすでに18件。<ー>あのー、今年だけではい、そうです。 コネチカット州選出の上院議員、クリス・マーフィーさんがですね、ええ、あの議会で発言しまして、はい、こんなことはよそでは起きない。こんなことが起きるのはアメリカだけだと、うんはい、あの、大いに嘆いたという話ですね。ええー、いや、そんなにあるんですか、はい、学校で、そ,うですその発砲事件というのが今年で18件。そうです。 今年に入ってから、まだ3月になってないのにと。えー、これあの、クリス・マーフィーさんの言ったことです。そうなんですね。これ、増えてるんですかね減ってるんですかねこれね。あのー、えー、アメリカはですね、暴力犯罪全体で見ると、えー、実は認知件数及び発生率、どちらも基本ですね、はい、1990年代に入って以来、減少傾向なんです。ちょっと増えてる年もありますが、<は>基本は減少傾向です。えー、ですから、アメリカの治安がとにかく悪くなる一方、 といいうわけでではなんすよところが、銃乱射に関しては、アメリカがはっきり言って世界のメッカです。ちなみに銃乱射っていうのは、何をもって銃乱射事件とするか、これはですね確立された一つの絶対的定義ってないんですけれど、FBI が使っていた2013年まで、定義によると、4人以上の死者が同一の現場に出たものというのが基本定義のようです。ただこれでででってみまますと年年かの間に世界全体 起きた銃乱射事件の件数の約3分の1がアメリカで起きてますああそうですか、ええ、でも3分の1って今聞いてね、はい、これやっぱり多いですよね、<laughs> めちゃくちゃ多いです、っきり。ねえアメリカの人口責件は3分の1じゃないですからね。そうで,すでもね、いつも言われるのが、どうしてこれ未然に防げないのかと。 あそうですね。いろんな理由があります。そ、えーはい、からとか未然に防げたケースというのもあるんです。はいあ,はい、あの、このですね、フ,リフロイダの事件が起きる前日ですね。はい、あの、に、ワシントン州で、えーえー、18歳の少年が、 自分の通っていた高校を銃で襲撃する計画を耐えていたという容疑で逮捕されました。はい、これはじゃあ、はい、あの、未然なぜ逮捕されたか。はい、少年のおばあさんが日記を、少年の孫の日記を読んでですね、ええ、襲撃を暗示する内容が書かれていたことに驚いて警察に通報をしたと。ええ、で、この少年のギターケースからは、半自動式ライフルが見つかりました。ええ、で、あの、こうですね、地元の担当者は、あの、おばあちゃんの働きにより、悲劇を未然に防げたことを感謝するとコメントしたらしいんですが、ええ、あの、 店内でそこまで監視して通報しなければ、ねええ、あの、学校で乱射事件が起きるってったら一体どういう国だって感じですね。ええ。これ、だからお、おばあ、そのおばあちゃんがですね、この18歳の少年のなんか最近この行動がおかしいなと思って盗み見たのか、はい、それともたまたま盗み見たのか、<laughs> それよくわからないですけどね。では,はい。でも、普通だったら盗み見ませんもんね。あんまり褒められたことじゃないんですが、そうです、ね、ただまあ、乱射事件を防ぐっていうことになると、それはまあ仕方ないですね。そうか、そうか。でもその、銃乱射事件の3分の1がアメリカで起きているっていうのは、 まあこれはやっぱりいつも言われる銃を買うことができるというね、はい、アメリカですから。そうです。そのやっぱり文化が原因。あのー、そうなんです。えー、市民100人あたりの銃保有数を見ますと、はい、アメリカはなんと88.8兆すごいですね。 100人中8、100人で88.8兆ですよ。えー、え断然世界最高です。はい。で、実際、世界的に見ると、銃撃犯は大抵銃を1兆しか持ってません。えー、とかアメリカの場合ですね、えー、乱射事件の半数以上で犯人は2兆以上持ってます。はい、しかも、持ってる銃が普通の銃じゃない。えーはい、今回の事件で使われたあの銃はですね、はい、AR15 ってものです。えー、AR ってアサルトライフルの略なんです。 アサルトライフル。はい。これや、はい、日本語でも、日本でも最近のアサルトライフルで通用しますが、<う>訳せば突撃銃って言うんです、これは。えー、ちなみにこの AR-15 っていうのは、はい、米軍が使っている M-16 とほとんど同じものというかそれの民間向けモデルです。えー、基本的に同じものです。<ー>ただ、あの、M-16 は完全に自動式になってる。はい、で、AR-15 はフルオートではない、半自動であると。はい、それだけです。 突撃銃。そうですね。これはだから、領銃を持って事件を起こしたとか、そういう話じゃないんです。えー、完全に人を殺傷するための銃を、普通の高校生は持ってるんですよ。買うことができるということなんですね。合法的に買ったと言われてます。えー、でもね、それだったら、これも何度も言ってます。銃規制すればいいじゃないかと。はい、でも、アメリカは銃規制には動かないんですね。そういうふうにないかないんですね。えー、あの、トランプ大統領も、あの、事件を受けて演説を行いましたが、はい、6分間ぐらい喋って、えー、銃規制に関する言及は全くない。はい。 で、あの、トランプ大統領は過去の銃乱射事件についてもですね、要するに殺傷能力の高い銃が蔓延していくことは問題じゃないんだと、精神状態に問題のある人がいるってことが問題なんだと、これが原因であると繰り返し言ってます。しかもこれはトランプさん一人の見解ではなくて、アメリカ人のですね、あの、大方はそう考えてるんですよ。最近ワシントンポストと ABC テレビが合同で行った世論調査によりますと、銃乱射事件の原因は何だと思いますかという質問に対して、要するにメンタルに問題のある人がいるからだ、 ですはい。 で、逆に、規制が足りないからだ。28%。ント、えーはい、ですから、半分なんですね。えー、ですから、本当に、銃を持つ権利っていうのは、当然あるべきだっていうのは、アメリカの大原則になっててんです。えー、でも、どうしてそこまでその銃を持つ権利っていうものを、こうこだわるんですかね。よく言われるのは、えー、あの N、NRA、はい、ナショナルライフルアソシエーションですね。全米ライフル協会。はい、これは、ワシントン有数のロビー団体で、これが政治に献金しまくってるからという話があります。えー、で、ちなみにですね、最近出てきた話では、どう どうもこの NRA を通じて、ロシアがトランプに献金したんじゃないかなーっていう疑惑が、ま、<ー>あの持ち上がってですね、ロシア疑惑に新しい側面がついたりしてるんですが、ええ、実はもっと根本の問題がありまして、はいえー、アメチマイ合衆国憲法ですね。はい アメリカの憲法の修正第2条という条文があります。はい、1791年、独立からほらのほどなくして制定されてますが、<っ>何と書いてあるかです、ねあの、自由な国家の安全保障にはよく訓練された民兵が必要である。ゆえ、うんはい、に人々が武器を保有し携帯する権利を犯してはならない。<う>ですからですね、武装した市民が 国をの安全を支えると。えー、そういう発想なんですが、<う>ここでちょっとですね、疑問が湧いてくるんではないでしょうか。えーはい、つまり、なんでですね、国、自由な国家の安全保障っていうんだったら、えー、しっかりした常備軍を持つべしという話にならんのか。えーはい、実はですね、えー、今、アメリカは世界最強の軍事大国となって久しいので、ちょっと想像しにくいんですが、もともとアメリカ人は、常備軍というものには否定的なんです。否定的なんですかそうです。 というのは、アメリカってもともと、あの、イギリスの植民地です。はい<っ>。ということはですね、植民地自体のアメリカで軍隊とはイギリス軍なんです。それと独立戦争をやって、独立勝ち取るわけですから、<っ>軍隊って敵なんです。<ー>だから軍隊は、組織化された軍隊というのは、<っ>悪い権力者が使う、乱用するかもしれない。はい<っ>。だから民兵こそ正義であると。 はあ。そういう発想がですね、根深くあるわけですよ。えーえー、どこかでアメリカ人って政府を信用してないんです。えー、ですから、この。強力な軍隊持ってますよね。持つになったわけです。ね、はいはい。さすがに考えはだんだん変えていくわけですが、もともとですね、あの、常備軍よりも、あの、民兵という発想が強かったと。はい、ですから、先週の話題で出ましたが、アメリカはなぜ軍事パレードをなかなかやらないかと。はい、実はこれなんです。もともとはこれだったんですは。はい。常備軍がいっぱいあるっていうのは、つまり、権力者が人々を抑圧する準備だと、そうっていうのはもんじゃないか。 はい。そのやるなというのが、実は20世紀前半ぐらいまでの発想だったそうです。となると、やっぱり自分たちで銃を持って自分たちで守るんだとうですいうことなんですね。それこそが真の民主主義だと、そういう話になってしまう。ええ<ー>。だから、そういう時に、じゃあ、武装する権利を乱用する。 の、乱射する。の、どう防ぐかと。問題はそこなんですね。いろんな要因が考えられます。一つは例えば、地域のね、共同体と結びつきで、いや、みんな知ってる人だから、当然そんなことはしないとか、ですね。普通に暮らしてはどんどんね、少しずつ豊かになってきてね。将来にも希望が持てると。いわゆるアメリカンドリームがあると。そういったことが今までは歯止めになっていたんでしょうが、やっぱりあの、近代化が進んでくれば、どうしても地域社会というのは解体されていきます。で、アメリカは最近経済的にも相対的に没落が進み、しかも拡散、 ないしあの貧しく生まれた場合はなかなか前途に希望が持てないと、えー、となるとあの銃乱射の歯止めがなくなっちゃうんですね、はい 問題はそこ、本当の根本の問題はそこにあると思いますーー。まあこれ今ラジオ来のかの経済財政諮問会議で専門的な技能を持つ外国人労働者の受け入れ拡大に向け検討を始めるよう関係閣僚に指示しました。えー、人手不足の深刻な介護、農業などのこの業種を中心に即戦力となる人材を招いて少子化で低迷する日本経済の生産性向上につなげるということなんですね。えー、外国人の就労拡大検討。こちら佐藤さん いかがですかはい。まずあの、少子化で低迷する日本経済の生産性向上っていうのはよくわかんなくてですね。はいえー、少子化だったら人手が少ないわけですから、はい、生産性を上げる努力がぐっと来るはずなんですね。はい、ですから、少子化によって生産性が落ちてるったらこれはおかしい。それから、外国人の就労を拡大すれば、当然これは日本人の方の賃金は上がりにくくなります。はい、ですから、これで本当に景気回復できるんでしょうか、はい はい。ですが、ちょっとこれやって正しいんでしょうかって感じがします。ええ、それから、あの、これ、どうせあの、やる方は、これは、これは移民政策ではありませんと。はい、移民政策を誤解しないでください。誤解に管轄を一応つけときます。はい。あの、っていうふうにおっしゃるんでしょうが、ええ、一旦入っちゃったものは、そう簡単には出せませんよ。んそれは覚悟の上でおやりになるんでしょうね、と言いたいと思います。ええ、はい。まあ、これは、例えば、諸外国見ててもわかりますものね。はい。えさ、ー、て、現在ですね、この就労目的で、日本で、この在留というのが認められ られているのが例えば先生教授ととかですねあと介護技能、まあ、こういった18の業種です、まあ、これ以外の農業、建設なども加えるということなんですが、えこの18の業種についても、実務経験といった在留資格の取得のための要件の緩和、少し緩める、これを検討するということですね。はい、まあ国籍取得を前提とする移民につながらないよう、在留期間を制限して、家族の帯同も、えー、あ、なんてからか、家族も一緒にですね、はいあの 来るというこのものも基本的に認めないということなんですけどども、これ、本当に先ほども佐藤さんおっしゃいました、あの移民との兼ねね合いね国籍取得を前提とする移民につながらないよ、はい、って言葉の意味が私はわかりません、えー、移民との定義というのは、いろいろありますが、国連事務総長報告の定義に従えば、はい、本来住んでいない国に1年以上滞在した人は移民なんです、はい、国籍を取る、取らないいつ移民の条件になったのか、<ー>じゃあ、グリーンカードって何ですかって、アメリカのですね。はいえー ですから、あの、これですね、うん、そもそも移民の定義を適当に変えて、はい、これは移民じゃありませんと言ってる気配濃厚であります。えー、ですから、ちょっとこれはおかしいんじゃないか。うん、あの、国籍等なきゃ移民じゃありませんよって嘘です。はい。はっきり言えば。はい。 続いてはこちらで、えっ、ー、と、アメリカ軍のですね、三沢基地所属の F16 戦闘機が、えー、燃料タンクを投棄した青森県東北町の、えー、小川原湖というところでですね、はい、えぇ、ー、その、ま、えー、言ってしまえば、アメリカ軍の戦闘機が、その、ちょっとこの燃料系というかですね、ジェットエンジンに、あの、不調,あ不調があったんですね煙を入ってるのがありますからね、えー。で、それで,でその、そういう時ってね飛行機って、ね、燃料タンクを落とすんですよね。別に爆発したら大変ですもん。ですね。炎 あり、はい、ますかそれを落ことしたところが、まあはい、今回、この小河原湖というところだったんですね。はい、で、当時はですね半径500メートルほどの範囲で、シジミ漁のこの漁船のほかですね、えー、およそ10隻が操業中、この小河原湖全体では100隻ぐらいいたということなんですけれども、いや、これ危なかったですよね。危ないですね。えー、ただあの、あこれです、ね、あのエンジントラブルが起きている以上、はい、燃料タンク投棄という判断自体はたワシヤんです。<ー>爆発炎上して墜落したらどうなりますかって話ですね。えー、で燃料タンクじゃどこに するかと山に落としちゃって、山火事起きたら大変ですから、あの、湖に落とす、ここまでも正しいんです。問題は、その湖で、あの、漁船が掃除していと。そこは実は、シジミやワカサギが取れるところであったと。それを考えてなかったここに問題があるわけです。ただ、これ、外国の軍隊ですからね。結局、これがつまり、外国の軍隊に守ってもらうことのコストの一部で、土地勘がないわけですよ。外国が来てるわけですから。ですから、それによって起きてしまったことだと思います。 えーはい、ただなんかね、ヘリコプターの不時着だなんだって、続いてますからね、はい、実はこれは、えーあの、自衛隊も最近落ちましたけど。はいえー やっぱり在日米軍と自衛隊の動きが活発になっているんじゃないかと、朝鮮半島で当然、えーあ。だから整備兵が忙しくなっちゃって、ははどうしても整備がいい加減になってきちゃってるんじゃないかという感じはします。ははそれこれ落ちてけしからんっていうのもいいですが、<っ>これだけ事故が起きやすくなっているってことは動きが活発になっているんじゃないかと考えてみる必要はあるんじゃないでしょうか。はははい